江戸川様ですか。今北神様とお話の最中ですので。もう少し待っていてもらえますか、コナン君。他の場所に行ってみよう。まさかあんなことが起きるなんて。大丈夫よコナン君、心配しなくても事件はすぐに解決するわ。それまで部屋でおとなしくしてるのよ。眠れないの？ここに用はないな。他の場…
江戸川様ですか。今、北神様とお話の最中ですので。もう少し待っていてもらえますか、コナン君。こいつは利根英二郎氏の遺産をめぐる殺人とすると、犯人はおのずと絞られて、あ、なんだろうな。メイリンさんのことなんだけど。バカ野郎、あの人が事件に関係あるはずねえだろ。そういう意味じゃねえんだけどな。うん、そうだね。メイリンさんに用があるんなら部屋に行ってみたらどうだ。ドアに目張りがしてあるな。おっちゃんの仕業か。ま、ヤンさんの毒殺の方法はもう分かってるし、無理に入る必要もないか。
考えてるんだから邪魔すんな。もう少しで事件の核心にたどり着けそうなんだからよ。もう少し館の中を調べてみるか。
もう少し館の中を調べてみるか。もう少し館の中を調べてみるか。
江戸川様ですか。今もう少し。